原監督、梶谷を切る。元ジャイアンツ岡崎薫氏との対談にて、補強について聞かれ、原監督、この2年間くらいはしてませんからね。一番の補強は僕はトップバッターだと思ったんですね。梶谷を何年か前に取って。でも今のところ梶谷は怪我を治しに来たみたいな感じのね。来季そこがどうハマるかですね。と述べた。草。リハビリ施設か何か？読売リハビリセンター。育成2億。年金生活。アンチオツ、契約最終年に成績残すから。そしてまた複数年契約するぞ。大正義リハビリテーションやぞ。何でもかんでも取るからそうなるんだろ。身を挺して巨人の戦力ダウンを図る梶谷。梶谷、このままじゃオナル横浜に迷惑をかけてしまう。せや巨人行って大型契約で居座るで、梶谷。叩いてすまんかった。天然の腹米は違うな。まあさすがにこれは言っていい。これでもまだ畜生度が足りない。公衆の面前で上司が部下の悪口言うのはパワハラやぞ。スペの32歳に4年契約って今見るとひどいよな。ぶっちゃけよう以上に枠の無駄やからな。怪我治るまでマジで育成のままかもしれん。FA はもう終わりやろ。取る方のリスクが高すぎ。横浜さんはもう取らんかもな。